それを撮れる距離と、本当にその一番いいのはもちろん生で見ることですけども、その事前の策として立体写真ってすごくこうリアルに見えるんですね。従来のカメラっていうのはどんどんその色再現性とか解像度とかを上げてリアルに近づけようとしてきますよね。であるところまでもう来たと思うんですね。その部分に関しては色の再現性とか解像度は、まあ、普通だったらもう1000万の超えていればコードが死んでるかとしてもどんどんその、もともとこれあれでしょ、ビトルタイプじゃなくてビットマップがなんかさらにもちろん一眼レフがもっと高い体調が無理やり大きさが、まあ、これからもその部分っていうのは、うん、伸びてくる。そんな高等なものがないと思うよ。もちろんプロが前でね、まだやってるのアルファベットもキーボードプロが見たら、一般の方が見たらば十分な高等がないと思うけど、次のリアルさっていうのを一回しかないと笑うハイビジョンの次の頃はそんなもんだったんだね。そもそもこのハイビジョンまで遅いね。こんなにこれ遅いね。非常にその早いのこっちの方が早い。可能になったので、スピードは CPU こっちストロングアームやからね。だから面白いのはやっぱりその観光地に行って素晴らしいのは日本に行ったらもうちょっと早いね。その時に自分の